亀谷隆正の血統の教室。では今回は亀谷さんの見解を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ではまずは大岡商場デアリングタクトから。そうですね、これお父さんがシーザリオですよね。あ、シーザリオというかエピファネイアですねあのついついね、牝馬のエピファネイア3区のことシーザリオって呼んじゃうんですけど、それぐらいこうシーザリオの影響が強いですよね。エピファネイア3区の牝馬ってそういう馬が多いですよね、うんうん。でエピファネイアについてはちょうどあの僕の YouTube チャンネルの、亀谷隆正の競馬血統辞典でしたっけ、うん、それであのエピファネイア取り上げたんで、そこを見ていただければと思いますね。であとはあの前哨戦の桜花賞だったんですけど、まあこれは正直強さだけで来たなっていう感じで、僕は合わなかったと思うんですよね、適性的には。うん、だけど来てしまったっていうところですね、はい。ちなみに桜花賞からだと 1600m から24に伸びますが、はい、距離延長に関してはそれはだるまがあの競馬血統辞典を見てないって言ってるもんだとだから改めて見てほしい。まあ、アクセス数かなりまだ少ないんでね、見た方がいいと思います。わかりました、はい。では、続いてフローラステークスを買ったウィン・マリリン。ウィン・マリリンですか。ウィン・マリリンはあれですね、ラフィアンの育成馬ですよね。血を育むのは人ということで、やっぱりラフィアンとはこういう前哨戦はものすごい米国的というかね、母チフサイツペガサスでお父さんロベルトじゃないですか、うん。だからダート的な、ダート中距離的な持久力で押し切ったっていう感じですね。いや本当こういう強い馬を作るってのはラフィアンは本当素晴らしいですよね。問題はそういう適性が、オークスでも、要求されるかどうかっていうところがポイントになってくると思いますけど、もうちょっとこの欧州的なためとかね、そっちの方が効くんで、まあ、フサイチペガサスですからね、なんかアイルハバナザーとかね、やっぱラフィアンうまいですけど、米国的持久力勝負っていうのは本当強いですよね。マイネルキッズとかもなんかそんなような馬でしたし、あの天皇賞馬ね。ただそういう適性が要求されるかどうかですよね、うん、多分されないと思うんですけどわ、かりました。では続いて桜花賞3着馬のスマイルカナについて、はい。まあ、これもまた血を育むのは人ですけれどもね、まあ、スマイルカナっていう、まあ、もうなんかディープインパクトの子供なんですけど、栄心光みたいな馬ですよね。ディープインパクトで言えば女版栄心光というかね、まあ品系同じなんですけど、これ亀谷競馬サロンのねメンバーに教えてもらったんですけどね、あのスマイルカノを今日は買いたいと桜花賞の時ね、あのサロンメンバーはで、なんでかっていうと品系が栄心光と同じだと。でこういうタフな馬場の持久力比べっていうのはこの馬は栄心光みたいな馬だから強いはずだって書かれてたんですけど、本当その通りでしたね。すごい勉強になりますね、亀谷競馬サロン。で、あのオークスはじゃあ、まあ繰り返しになりますけど、あのそういう適性が問われるかどうかって言ったら問われないんじゃないかなという感じで、確かにマイル以上で2勝以上してるんですけど、あの今までのそのマイル以上で2勝以上してる馬ってやっぱりあの直線長いコースでの実績なんですよね。で桜花賞は確かに直線長かったんですけど、あれは本当レッツゴードンキーが勝った年みたいに小回り的な持久力が要求されたん で他の勝ち星もねやっぱりちょっと小回り志向というか米国的持久力っていうのが要求されるところでずっとマイル勝ってたんで、うん、そこはどうなのかなとは思いますけどね、個人的には。うん、わかりました。最後に、スイートピーステークスを買ったデゼルです。デゼルですか。これはあのお父さんがディープインパクトで、母の父が、欧州型のライですよね。でマキャベリアンも入ってるのかな、グロリアスソングとマキャベリアンも入ってるんで、欧州型血統で欧州オークスで大事な欧州血統かつ直線スピードためを利かせて直線で切れ味を発揮するフランスのマイル的なスピードというかね、オークスでぴったりの配合だとは個人的には思っておりますけど、うん。スイートピーステークスからだと中2周になるんですけど、この感覚ってのはどうなんですか。去年も来ちゃいましたもんね、カレンブーケドール。あー、うん、別にそれは2000より1800、感覚っていうよりも
あの距離延長の幅が、まあ、ちょうど 600m なんで 2000m 組より少し不利ですけど、まあその延長対応力の強いための効く欧州血統であれば別に中2周自体はそんなに問題だとは思わないんですけどね、うん、まあ確かに反動ね心配っちゃ心配ですけど、まあそんな問題ないかなとも思ってますけど、はい、なるほど、わかりました。では簡単なまとめをお願いします。そうですね、あの YouTube チャンネルも見ていただいて、エピファネイアについては、あとは最終決断に関しては、まあ、気になる方はね無理にとは言いませんけれども、あのうまい馬券とかあの参考にしてくださったらと思います。わかりました、はい、亀田さんありがとうございました。どうも。